はい、こんにちは。今日はですね、日中情勢、そして米中情勢についてお伝えしてまいります。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。基本的人権の尊重、自由民主主義、法の支配を守るということはとても重要です。で、その認識のもとですね、日米は世界の平和、そして台湾の平和と安定ということが重要であるとの認識、姿勢を示し、そのもとで日本の麻生副総理はですね、5日中国当局がもし台湾に侵攻するということがあれば、日米で台湾を防衛しなければならないと発言しました。また13日に発表された日本の防衛白書はですね、台湾情勢の安定は日本の安全保障と国際社会の安全にとって重要であると初めて明記しました。で、こうした情勢下ですね、中国から次のような主張が出てまいりました。ニューズウィークですが、中国軍事評論家、日本を核の先制不使用の例外にせよと主張、一旦削除された動画が再浮上。中国北西部の共産党委員会が日本を標的とする核攻撃動画をネット上で再公開した。この動画は7月11日に中国の動画投稿サイト、サイカビデオに個人のユーザーがアップし広く拡散したもの。6分間ほどの動画は軍事チャンネル、陸軍統略が制作したもの。最初の公開から削除までのわずか2日間で200万回以上再生された。一旦は削除されたが、地方当局による再公開でまともや多数のいいねを集めている。再公開に踏み切ったのは陝西省宝鶏市の共産党委員会だ。中国は核を持たない国には核攻撃を行わないと宣言しているが、日本が台湾問題に首を突っ込んだら例外的に核を使用してもいいとこの動画は主張している。これニューズウィークですからね、このように報道されております。で、動画投稿サイトにアップされていたということであるならば、それでも問題なんですけれども、その動画を投稿した個人もしくは団体の主張ということになるかもしれません。ただ中国の場合ですね、皆さんもご存知のように、共産党とですね、基本的に意見の違うものというのは、即削除されると思いますので、こうした動画が公開されて、削除されるまでの2日間で200万回以上再生されていたということは、ある程度中国共産党も黙認していたと見ることができます。そしてこの動画は一旦削除されたんですが、その後ですね、注目すべきなのは中国の地方政府レベルで再公開されたということなんですね。で、これはですね、中国共産党委員会が行っていることでありますので、このことはですね、中国から日本への重大な警告、そのように見えますので、日本としては看過できるものではないということだと思います。で、こうしたですね、力による一方的な威圧といいますか、脅迫というのは日本はですね、断じて屈しないということが重要であります。中国がですね、台湾などへの圧力を強める中、日本にもこうしたある種軍事力を背景とした威圧主張といったことを展開すればですね、日本の反発はもちろんのこと、日米安保条約第5条に基づきアメリカもですね、中国に反発を強めることが予想されます。ですので中国側はこうした主張をすればするほど自らの立場を追い込んでいるということを理解する必要があると思います。で、こうした中ですね、アメリカは中国へ毅然とした対応ということをしております。ロイターですが、アメリカは香港進出企業にリスク警告、民主主義弾圧で中国人7人に制裁。アメリカバイデン政権は16日、アメリカ企業に対し香港で事業を展開するリスクについて警告する文書を公表した。さらに中国が香港の民主主義弾圧しているとして、同国政府の香港出先機関に勤務する政府高官7人を新たに制裁対象に追加すると発表した。財務省によると7人は中国の駐香港連絡弁公室の幹部。ブリンケン国務長官は声明で、中国当局は過去1年間にわたり香港の民主機関を組織的に阻害し、選挙を延期し、選挙で選ばれた議員の資格を奪い、政府の政策に反対する数千人の人々を逮捕したと指摘。香港市民に対する断固とした支持を示すためにアメリカは今日明白なメッセージを送るとした。リスク警告の文書は国務省、財務省、商務省、国土安全保障省が共同で作成。香港で創業する企業に対し、香港国家安全維持法などの法律が適用される可能性があると警告した。同法律の下、アメリカ人1人がすでに逮捕されている。文書は令状なしの電子的な監視の対象になり、
当局に顧客データなどを提出せざるを得なくなるリスクがあると警告。制裁対象にされている個人や団体に関与すればアメリカなどの諸外国の制裁措置に加担したとして中国の報復措置の対象になる恐れがあるとも警告した。バイデン政権高官は昨年の香港をめぐる一連の動きは多国籍企業に対する運営、財務、法務、風評の面でのリスクが存在していることを明確に示していると指摘。中国政府と香港当局が導入した政策で個人と企業が香港で自由に活動するために重要だった法的環境が阻害されているとした。このアメリカの動きはとても大きいと思います。で、こうしたアメリカ政府の警告はですね、香港からの、アメリカ企業ですとか大手企業の撤退につながる可能性があるかもしれません。7月14日次のようなニュースが報道されておりました。香港の法改正にテック大手が懸念を表明、事業撤退をほのめかす。 Facebook、Google、Twitter などアメリカの大手テック企業が加盟する業界団体アジアインターネット連盟が香港の独身具対策法に警鐘を鳴らした。アジアインターネット連盟はこの法律がテック企業とその社員を危険にさらすと指摘している。新しい法律ではユーザーが投稿した内容について企業が調査され刑事責任を問われる可能性がある。アメリカの大手テック企業など会員とするアジア地域のインターネット業界団体が香港政府に対しインターネット上で個人情報を暴露することを規制する独身具対策法の改正内容によってはこれらの企業が香港から撤退する可能性があると警告した。このように報じられておりました。ですので今回アメリカバイデン政権が香港進出企業にリスクを警告したことでこれら大手テック企業の今後の動向ということも注目されますが、香港における、アメリカ企業などですね、そうした企業が今後どのような対応を取るのか、香港情勢はですね、現状大きく動いているように見えます。で、人権問題ということをめぐってはバイデン米政権が13日中国新疆ウイグル自治区に関わるサプライチェーンを持つ企業に対し米国法に違反する高いリスクがあると警告する文書を発表した。対象は医療品のほか電子部品や玩具など広範な分野に及び共産圏との冷戦を彷彿させる対立の構図だ。国務省や財務省、商務省など5省庁が連名出した文書では綿花やトマトなどの農産品、ポリシリコンなど再生可能エネルギーの関連部材、携帯電話や電子部品、衣類や靴、玩具など幅広い製品を例示、企業が抱える供給網が直接間接的に強制労働に関与していないか慎重に点検するよう求めた。ブリンケン国務長官は声明で自治区でジェノサイドや人道に対する罪、強制労働が続いており、企業や同盟国と連携して中国政府に対する説明責任の追及を強めていくと強調した。 EU も13日国際的な供給網における強制労働に対抗するためのビジネス指針を発表した。東西冷戦期に資本主義自由主義陣営が対共産圏輸出統制委員会を組織、ソ連や東欧など旧共産圏諸国へのハイテク技術製品の輸出を規制したのと似た構図になってきた。中国事情に詳しい評論家の関平氏は冷戦時代の旧共産圏に対する規制は自由世界にとっての脅威として行われた。今回は共産主義や資本主義といったイデオロギーの違いではなく人類の普遍的価値観や人道に対する問題で従来の冷戦を超えるレベルに来ていると語る。で、現状ですね、アメリカや EU、イギリスは中国に対しまして力による一方的な現状変更をやめるように求め、パンデミックをめぐる情報公開ですとかウイグルや香港などでの人権問題の解決、そうしたことを求めております。で、マイク・ペンス前副大統領はですね、14日ヘリテージ財団の演説においてオリンピックはですね、基本的人権と人類の幸福を尊重される国で実施されるべきとしまして、これら問題が解決されなければバイデン政権は五輪の開催地を北京から別の会場に変更するよう主張すべきと述べました。で、こうした動きはですね、イギリス、EU などでも見られてきていると思います。イギリス議会下院は15日2022年の北京冬季五輪へのイギリス政府の代表者の不参加を呼びかける動議を可決した。閣僚など政府高官に招待辞退を呼びかけるもので、いわゆる外交ボイコットをイギリス政府に求める。決議には法的拘束力はないが中国の人権問題への批判の高まりを象徴している。決議では中国新疆ウイグル自治区での残虐行為と中国政府によるイギリスの人組織への制裁が停止されなければイギリス政府の代表者は北京五輪に参加しないとした。外交ボイコットの議論はアメリカやカナダ、EU にも広まる、このように報道されております。で、こうした中ですね、日本政府も中国の威圧などに屈することなく今後もですね、基本的人権の尊重、自由民主主義、法の支配を守り、台湾の平和と安定を守り、ウイグルや香港の人権問題を解決するため
アメリカ、イギリス、EU、カナダ、オーストラリアなどと結束し、クアッドや日米同盟をより強固にしていく、そうしたことが重要だと思います。ありがとうございました。